日本神奈川県鎌倉市岡本岡本とは、神奈川県鎌倉市の地名。現行行政地名は、岡本1丁目及び、岡本2丁目と、大技岡本。住居表示は1丁目及び2丁目は、実施済み区域、大技岡本は、未実施区域。郵便番号247-0072。岡本は、鎌倉市北部の玉縄地域に属し。 カシオ川の西岸に面市北東から南西にかけて、約延長2 5トル、幅約1トルに渡り北から岡本1丁目、2丁目、住居表示未実施の大技岡本となっている。西で、植木、北西で玉縄、北で、横浜市栄区長尾台町、東のカシオ川越に、大技大船、大、山崎、南で、藤沢市、小塚、村岡東と接する。 岡本一丁目は、大船駅に最も近いが、全体的に急峻な丘陵地となっているため、商業地域は一部のみで、野党を中心に住宅地として利用されている。丘陵上には、全長約25メートルの白衣観音像の大船観音があり、大船地域のシンボルランドマークとなっている。岡本二丁目は、 丘陵地と隣接する玉縄に至る宿となっているが、岡本一丁目と比較すれば、傾斜は緩やかで、住宅地として利用されている。その南側の住居表示未実施の岡本については、起伏のほとんどない平地となっており、神奈川県立フラワーセンター大船植物園が設置されている。このほか、工場用地としても利用されているが、一部は、近年再開発により、 大規模マンションが建設され、湘南鎌倉総合病院やショッピングモール等が進出してきている。古くから岡本村として記録が残っており、ご北上氏の要衝である玉縄城の城下を形成してきた。江戸時代には幕府直轄領、玉縄藩領、旗本領と領有を変え、幕末には解剖目的で再び幕府直轄領となった。明治期以降は、 鎌倉郡に属し周辺の村と合併し、玉縄村なり地名としては一旦消滅したが、鎌倉市への編入を機に再び使用されるようになった。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。南端に東海道本線が通っている。かつては北端を、 ドリーム開発ドリームランド線が地内を通っていたが、廃止され撤去されている。地区内に駅は存在しないが、大船駅西口に近接しており、大船駅西口バスターミナルは、地区内に設置されている。湘南鎌倉総合病院。ありがとうございます。